あ、店長おはようございます。あ、小西君おはよう。あ、18時からだっけ。はい。うん、俺さ、今日ランチ代上がりだから。あ、そうなんすね。あ、だから堀島、18時から奥の個室で8名の団体入ってるから、はい、よろしくね。はい。あと、今日は小泉さんとリー君と3人でホール回してもらうから。マジかー。ああ、リー君とはきついっすわ。え、なんで？リー君全然日本語喋れないっすもん。そう？こないだも、よろしくお願いしますのことを、殺してくださいって言ってきた。あ、それはやばい。リー君とはきつい。ちょ、それは俺から言っとくわ。ちょ、電話いいっすか。あ、もしもし、どうした？いや、俺今からバイトだよ。え？これから合コンあんの？マジか。まあ、行くわ。うん。大丈夫。はい。おばあちゃん。おばあちゃん。嘘だろ。店長、いや、無理だよ。いや、無理とかじゃなくて。いや、無理。無理とかじゃなくて。いや、無理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 。確かに、聞け、おかしい。聞け、おかしい。何？僕のおばあちゃんね、うん、ちょっと今日死にそうらしくて、今僕そっち行かなきゃいけないんで、今日はバイト休ませてもらっていいですか？いや、無理だよ。合コン行くんでしょ。いや、聞いてたよ。なんでこの距離で聞こえないと思ったの？まあまあまあ、僕のおばあちゃん、半年ぐらい前に。あ、またおばあちゃんの宣伝行くの？いや、無理だって。橋があったところの病院で入院してるんですよ。あ、なんだろう、堀内くん。北病院かな？あ、そうです。あ、そんな病院ないけどね、堀内くん。あ、まあ、そんな病院ないじゃないですか。いや、逃げられてない。逃げられてないのよ。うん。あれさ、そんな嘘までついてさ、合コン行きたいの？はい。あ、わかった。逃げ方のリアクション気持ち悪いよ。もうさ、じゃあさ、いいよ、行って合コン。え、マジっすか？うん。その代わり、堀内くんが行くってなると、俺が借りてなきゃいけないのね。そうやって、人に迷惑をかけてまで合コンに行きたいんだったら、どうぞ行ってください。ありがとうございます。いや、行くんかい。あいつ、やば。そして、30分後。リー君、殺してくださいじゃない。よろしくお願いします。頼むよ。あ、八名様、どうぞ、いらっしゃいませ。どうぞ、奥の個室どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ、いらっしゃいませ。奥の個室の八名様、え、バイトずる休みしていった合コンをバイト先でやるの？発想いかついね。え、どういう感情なの？悔しいです。あ、悔しい。ちょっと悔しいの意味わかんないんだけど。いや、来ちゃダメでしょ。俺が全てを受け入れて行かせてあげた優しさをさ、踏みにじるじゃん。だから悔しい。あ、だから悔しいんだ。はい。あ、もうちょっともうわかんねえわ。俺どうしたらいいのこれ。店長、今日シャワリって使います？あ、絶対無理。